市長の佐藤ささらだ。無職の工場長だ。突然だが無職の工場長、私はこの町のさらなる発展のために鉄道を引きたい。しかし拠点駅を建設する場所が見当たらないのだ。このマップの中心地であるボットンゴイは住宅街だし、高野島は拠点駅を作るには狭すぎるな。そうなんだよね。隣の土地もなんとなく買ってみたけど、高速道路がど真ん中を走っていて土地の確保が難しいんだよね。だから壊せー。いやいや、ちょっと待てよ。いいんです、別の高速道路に接続してるだけだから元々いらないんです。ずいぶん大胆なことするな。兄もなくそうと言ってるわけじゃない、ちょっと改造するだけだから。ララララララまるで街を作り終えたかのように歌い出したけど、まだ道路敷いただけだからな。てへっ、高速道路の高架橋も考えたけど掘り下げることにしたよ。橋の上にそのまま道路を通せるから、起伏が激しい地方や敷地が少ない場所でも土地を有効活用できそうだね。それでは早速街の紹介いくよ。丘の上に鉄道とモノレールの駅を起点とした町を作ったよ。もともとここから坊谷島を結ぶ坊谷鉄道を作る予定だったんだけど、路面電車を運用している坊谷交通局のお偉いさんがね。はあ、あんた何考えてんの。路面電車の利用客が減って観光地域から税収減ったらお前のせいだからな。ってブチ切れてきたから、鉄道の運用を坊谷交通局に統一して路面電車を延伸して駅前にロータリーを作ることで利便性の向上を図ったよ。なるほど、これはいい政策。これで市外から鉄道でやってくる観光客が路面電車や坊谷鉄道に乗り換えて海岸線のホテルに泊まってくれたらいいな、なんて思っていた時期が私にもありました。一体どういうことなんだ。工場長、この駅はモノレールと鉄道と地下鉄の駅なんだ。モノレールと鉄道と地下鉄の駅。そうだ、そしてこの建物の分類が。分類がどうしたって言うんだ。モノレールだ。え、つまりこの施設のメインはモノレールの駅であって、電車は単なるおまけに過ぎない。おまけだと、何か問題があるのか。モノレールは市外からの接続ができない。つまり、この駅に市外から列車が来ることはない。この駅には2つの路線が走っていて、一方は坊谷島までを結ぶ坊谷鉄道、そしてもう一方は市外から線路を引き入れているんだよ。あけど市外から来る列車は全て通過していく。見事なまでのスルーだ。このままではこのホームは通過専用レーン、観光客が全く来ないのに観光地へ行くではない何かを輸送する車輪のついた箱になってしまう。それを解説してくれるのがこちら、排他鉄道です。排他鉄道だって、観光客が全くもてなされなそうな名前だな。いいえ、最高のおもてなしでお待ちしていますよ。地元産下水 100% 使用のコーヒーが、車内サービスで配られます。下水 100% ってそれはコーヒーとは言えないぞ。しかもサービスどころか拷問じゃないか。排他鉄道は、町外れにある鉄道駅との間をピストン運行しているよ。この駅はちゃんと市外から列車が来るから、観光客が乗り換えて排他鉄道に乗ってくれるよ。隣には貨物駅を建ててそのまま高速道路に接続しているよ。市街地を走る線路は高速道路とは逆に土を盛り上げて下に道路を通す方式で作ってみたよ。これはウプ主の自宅周辺でもよく見る光景なんだぜ。さて、市街地へ戻るために再び排他鉄道に乗りましょう。って何してるんだ工場長。駅弁を買うぞ市長。列車といったら駅弁だ。この周辺は農業が盛んだから、あそこの牛丼なんかがうまそうだな。わーい、いただきまーす。おいしい。ってもう食べてる。しかも駅燃えてる。なんだこの鉄道会社、走行時間30秒しかないのにひどい差別だぞ。さすが排他鉄道、名実ともに排他的だな。ゆずきゆかりの公園作り。どうも
やってまいりました新コーナー、ゆずきゆかりさんの公園作りです。セットエディターを使ってオリジナルの公園を作りましょう。まずは地面を塗り替えてから道路を引きます。そして雰囲気アイテムを追加しながら春尾さんのボイスパーカッションをお聴きください。駐車場や自販機、遊具やベンチなどといった公園らしいオブジェクトを設置していきましょう。そしてこの公園のメイン、配線を設置します。子供が入ると危険なのでフェンスで囲っておきましょう。この場所では廃車や廃線を解体を容易にするために意図的に劣化させており、産業廃棄物マニアなどによって不法侵入が相次いだため、いっそのこと公園にしてしまおうという市長の提案により建設されたという設定です。子供向けの遊具が設置されていますが、足元にはガラスの破片が散乱していて大変危険なので、子供連れは誰も寄りつかないそうな。路面電車沿線を活性化するために海沿いの橋のそばに設置しておきましょう。最後になってしまいましたが、大谷鉄道の全面展望とともに市民の方々からのお便りを覗いてみよう。ウポツ、いつもありがとうございます。皆さんのコメントが次回の制作意欲につながってます。地元球団が優勝したらどっとんぼりにダイブするんですね。わかります。球団はこのゲームでは作れないから、サッカーの地元チームが勝ったら下水を流してパーティーでもしましょうか。ホビロン、大勢が水浴びをする。ガンジス海でもええじゃないか。あの基準値の100倍の大腸菌が流れる川か。ほっとんぼりも昔は同じようなもんだったろ。そのようなことは記憶にございません。都合よく忘れる市長の鏡。そんなことより、前回の広告をしてくださった読まれざるさん、ヨシフ、スターリンさん、おじいちゃんさん、ウィリアム・スミス BB さん、ジラさん、コネココネコネさん、ポイッチョさん、小池百合子さん、スミイロさん、みなつきぞらさん、みなつきぞらさん、本当にありがとうございました。ちょくちょく聞いたことある名前の方がいらっしゃるのは気のせいなんだろうか。お水上バス、ぜひ東京に作ってください。あんだ今、夢を見とるな。こんな田舎やだよ。もうこんな町やだ。これはお前が作った町や。お姉ちゃん変やよ。観光客の方々はこのシェルターをご利用いただけません。車両通行の妨げとなるため、徒歩で地域外へ移動してください。この町の名前が思いつかんの。オリジナリティのある名前、インパクトが強い名前、町の特徴を生かした名前。町の名前は、名前は言おうと思ったんだ。お前がどんなに頭を使っても町の名前は思いつかないって。A meteor strike has occurred. Avoid the impact site and head to shelter if any is available.